みんな元気かい？みんなのピオキングお兄ちゃんだよ。どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。トロールレベルアンネイムド、名前のないトロールコースということですかね。名前がないなら恐縮ですが、私がつけて死んぜようじゃありませんか。まあ説明文を見て決めようか。 Do not play if you plan to play Super Emmy World バージョン2って書いてるんですよ。この説明文から考えてこのコース名はボストロールだ。何が言いてんだよさっきからしょっぱらこんなんだったら誰もついてこれねえって。だからこのチャンネルのチャンネル登録者率は 0.00003% なんだよこれマジだからねまあ見てくれる人が見てくれればいいんですよこの動画は。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%。 そういや今日すごくめでたい日なんだけど、何の日かわかりますか？私のお兄ちゃんの誕生日なんですよ。誰がわかんだよそんなのあキノコ様キノコ様戻ってこない。俺が戻ってきてくれたね。ありがてえありがてえ。さあこのまま進んでいこうか。面の方を越えていきよう。ちょ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 ダメー、開幕ハリーよった。いや大人になってくると兄ちゃんに誕生日プレゼントをやるとかそういうのなくなってくるよね。っていうか兄弟で誕生日プレゼントをやるっていうのがないよな。で今年はプレゼントしたいなと思うんだけど、なんかいいかなと思って。トゲピープレゼント。彼氏とか彼女とかだったらさ、マグカップとか結構可愛らしいじゃん。でもさ男同士の兄弟でマグカップとかだったらさ、ちょっとキモいって思われそうだなって思うんだけど。バブー。そこでですよ、私最強の誕生日プレゼントを考えました。ユニクロのギフトカード。ユニクロのギフトカードをもらって嬉しくない人とか絶対いないでしょ。多分ね、日本人の9割ぐらいはユニクロで何かを買ったことあるんじゃないかなと思うんですけどね。このキノコの山が。しかもよ、聞いてくださいよ、兄貴は結婚して子供もいるから、そのギフトカード絶対に喜んでくれると思うんだよな。自分が使うのもいいし、お子さんのために使うのもいいみたいな。そのギフトカードだったらさ、普段自分が買わないようなもんも買えたりするじゃん。それを選ぶのがまた楽しいよな。で左すげえ怪しい、あっち端もあるんじゃない、ドアがありますねみたいな。まあ一旦このハテナ叩いてみようか。でパワーブロックが落ちてきます。バスだー。よっほ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 見た今の反射神経めちゃめちゃ速かったんじゃない。さあここで弾を出しいの、どうなる。あのボム兵に当たった後よ問題は。こっちも兄弟で仲良くしてるみたいだね。みんなごめんよ、めちゃめちゃ気になるんですよあの左下が。言っていいかなっていうか、なんで今度バグ。ああなんだこれバグ。え、これもしかしてバグコース、なんでバネが重なってんの。さあバーブロックを叩いたのはいいんだけど、左下がすごく気になるのよ。あ、行かない方がいい、もうトゲが見えてるもんさあどうで入ってって、今度は左ダッシュするよ。それでいいんだろ、まだ変わってないよな。オッケーオッケー。さっきと違うやんか。さっきと違うバネがなんだ。俺は昨日までの自分と違う自分を見せてやるぜ。常に進化をし続けるんだ私実況するために交代し続けてるんじゃないかなと思うんですよこれかぶってった今、かぶってってないよね。やめろー。ドッスンってさ、ドスコイっていう漢字からドッスンって名前を付けられたんじゃないかな。でドスコイとオスみたいなすげえどうでもいいことだけど、さあこれオンオフをします。でこのドッスン、ダメだ。全くもってわからんぜ。この隙間に隠れておけばいいのか。オンオフした瞬間隙間に隠れておく僕はなんでこんなことやってんだろう。その問いに答えてあげよう、ミラノシュ。僕がやられることで誰が一人でも笑ってくれるんなら、僕はそれで大満足なのささあみんな、チャンネル登録者率を上げるなら今だぜ誰がするかそんなので。さあ、オンオシーのあの土管に入っていこうか。なんか嫌な予感がする。あっちの方に実は行けみたいな。この土管は入れませんね。この 3D コースめちゃめちゃ面白いわ。なかなか見ないね、こんなに面白いコースってさ。さあここはキラーが来たよね。でこの上に行けっていう感じなんじゃない。これ当たってもいいのかな。あ、別に当たらないでもいけるか。さあ土管に入っていきましょうと。次はどんな罠が待ち受けてる。あ、中間あんじゃん。あの中間取れるかな。一回で取れるかな。僕は一回で取ってみせるっす。このオンオフをしたら何か絶対来る。だから右押しっぱだったらダメだと思う。あえて左押しっぱしてみようか。これでいいんじゃない。よっほっほっほっ。さあびっくりブロックを抱いてくれ。そしてあの中間ポイントは一発で取るんだ。さあ見えて、ここから
これさ、左がダメだったってことかな。じゃあ右を進化してみようか。普通に行けるじゃん。深く考えすぎてたな。ていうかもう中間ポイントに。ちょっと助けて。中間2を早く取ったのはいい。だがこっからゴールまでめちゃめちゃ長いとかそういうことはやめてくれよな。さあここのオンオフブロック。オンオフブロックに入れちゃった。普通のブロックじゃねえか。でこのドスは何なんだろうな。特に意味はない。じゃあオンオフをしてみるか。オンオフはできない。じゃあこのまま上に行っちゃってみようか。このゾルスカー、後出しはいつもやめなさいって言ってるでしょ。じゃあこの土管に入っていこうか。なんか来る。ナメクセ人だ。まったく、ナメクセ人はナメクセで悠々と暮らしてなさいよ。じゃあこのボイの場所が、ブロックのところで何もしないで大丈夫と思ったけど、あいつ自滅したな。左上に行ってよ。たまにはね、ゆっくりと実況していきたいと思いますよ。いつも騒がしいだけだったらみんなから飽きられちゃうかもしれないもんだ。上に行ってみよっか。あちらブロックが一つあるね。これは何？無機物。いいじゃないいいじゃない、そういうのも意味のない設置、僕は好きだよ。さあドゥルドゥドゥンからの、どこに何もない進むか。なになに、パックちゃんこっちに来ないで、危ないね。起きろー。ならすぐ左に行けっていう感じかな。ここでパックを抜けていきます。そしてこのクリボ、うわどっち、これ今度上と下、次は被らないでいいとかそんなんなんじゃない。被れなかったけど、なんだお前、さっき下から被れたよね。じゃあ今度は上から行けってか。うわ全然違いが分かんねえな。なんで今度は上からだったら被れるんだろうね。じゃあオンオフした瞬間、僕は右ダッシュ、間違いないよな、いけるよな。ダメだよ。武器出せ。いいタイミングで変えてくれんじゃねえか。 P スイッチが発動された。じゃあこの辺でジャンプして避ける。そしてオンオフ、なんかめちゃめちゃ左上いない。オンオフしてみるよ。でスネークブロックは絶対なんかあるんだよ。ここポヨンポヨンする何があるか絶対出てた。クルリンパで行ってみようか。クルリンパ、オッケーオッケーオッケー。さあ透明度外に入りの、これはどうするんだろうな。幅跳び以外で行く以外ないと思うんだけど。嫌な予感がする、嫌な予感がする。頼むって、中間ボスとかそういうことはないよな。あと追いするな。いや待てよ、あごめんね、こんな中途半端なところから喋っちゃって。さっきのところ行けそうな感じなかったじゃん。だから途中から何が変わってるんじゃねえかなと僕思うんですけどね。まあそこまでちょっと無言でやるんですけど、絶対何か変わってると思うよ。ほらほら、なんか変わってる。これ右が開くんじゃない。いやどうなんだろうね、さっき P スイッチ発動しなかったじゃん。左下にキラーちゃん、そんなことしないで、お願い、もう一度僕に夢を見させて。なんか変わってるね。今度は左上に行くのか下に行くのか。さっき左上さ、ドアがあるね。オンオフが変わったら、じゃあこっちに行ったらゴールまで連れてってくれると、そういうことなんでねえの。もういいじゃん、一回中間ポイント行っちゃやり直したからいいじゃんか。絶対怪しいと思ったんだよな。だってさっきのところどう考えても進めないもん。でさ、今度また何が変わってるとかないよな。大丈夫だよな、ゴールさせてくれる。ここでキラーが出てきて、お願い、聞こえるね、キラーの音が。これでゴールか。来た来た来た。いやこの 3D ワールドめちゃめちゃ面白かったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオブレーキ。説明文に棒ブレーキマットでひらめいたって書いてるんですよ。まあコース名とスキンから察するに、床が滑るからちょうどいい場所でブレーキをしろっていうコースなんじゃないかな。でもさ、サムネを見る感じブラパが4体いて、コインの裏にゴールが隠されてるんだよね。あのでかい方のブラパをどうするかっていう話なんだよな。いなくなってくれるんやか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.52%。 いやちょいちょいショートのマリメの動画でブレーキコース見るんだけど、一回やってみたかったんだよね。でゴール条件は一回地面から離れたら着地しないでゴール。ってことはジャンプしたらいけないっていう感じか。まあ、これをどこでブレーキかけるかっていう話だよな。ここ遅すぎんだよ。なるほどね、あの隙間にちょうど入るようにブレーキしろっていう感じか。いや面白いねこういうコース。じゃあ坂を下る手前でここでブレーキしてみようか。これでどうかな。はい、ダメなら坂を下り切った後だ。ちょうど切れる場所があるじゃん坂が。ここ
これめちゃめちゃいいんじゃない？そしてここでジャーン！ただ私少しずつ掴んできましたよ場所。坂の下り切ったちょっと後ここ。お前ブレーキせえよ。なんかブレーキしない時があるんだよね。次こそちゃんとやってみせるぜ。そもそもブラパを抜けろっていうのが難しいんだよな。ダイヤも分かった。背景に山が3つある。そこでブレーキだ。これでゴールだ。はなこれむずいんだ。あのブラパそうなんだ。うわこれさ、トランプジャンプと一緒なんじゃない？本当に綺麗にど真ん中じゃないと抜けれませんみたいな。ズルしようとすんな。もうね、下に行った後真ん中に合わせるためにちょっと動くぐらいいいじゃん。そうしないとクリアできる気しないぜ。だがそうしないのがこの俺だ。これマジでかなり難しいね。けどめっちゃ面白かったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオ地獄散歩。説明文に4歩って書いてるだけなんですよね。だからそれがヒントになってるんじゃないかな。そんでサムネを見る感じ、横バネが4つ設置されてて、向こう側にドッスンが1体いるだけなんですよ。おそらくドッスンはこっち側に来ると思うんだけど、横バネを抜けれるかっていう話なんだよ。まあまあやっていこうか。クリア率は 0.86%。 このね、説明文の4歩っていうのがめちゃめちゃ気になるんだよな。絶対ヒントになると思うから忘れないようにしようか。さあ始まった。まずこのドッスンがこっち来るね。でもバネがめちゃめちゃ上に行くのね。で意味わからんだよ。何このコース。ドッスンがこっち来るのは分かったんだよな。でもバネが邪魔してるから先に進めるのか。この穴に入れてか。タイミングよく無理でしょうか。ドッスンが右に行った瞬間下に行く。絶対それで合ってると思うよ。ここどこだよ。いや面白いこのコース。毎回思うけどよくこんなコース思いつくよな。でバネをなるべく左側にやっておこうか。そしたらバネ1個落ちたね。このタイミングか。バネをやしよう。なるべくバネを左側にやるのは絶対に間違ってないと思う。そんでドッスンとの隙間を作ってやる。その瞬間にあの隙間に入るんだよ。みんな4歩の意味が分かった。ドッスンって4回動いたら止まるんだよね。1、2、3 1、2、3 3回じゃないか。多分この人ここペパン。考え方を変えよう。このドッスンと相撲すればいいんじゃない。バネ落とさないように逆に向こうにやってやるみたいな。このドッスン強い。無理無理無理。だからこの隙間に入ることは負け。ちょっと本気でやります。こんなのね、冷静に考えれば余裕なんですよ。はい、1、2、3。はい、1、2、3。バネをめっちゃ左にやらなくてもいけそうな気してきたわ。ここで1、2、3の下瞬間、もう実況者やめろ。ただ今のタイミングで下に行けるっていうことが分かった。はい、1、2、3からの1、2、3でドッスンが左行って、やってない。今絶対こっちが先にゴール触れちゃったやんね。ゴールの当たり判定分かんねえな。しゃがんでダッシュしてみようか。ここでしゃがむ。邪魔だよ石ころが。いやね、わざとっぽく見えるかもしんないけど本当にあとちょっとがめちゃめちゃむずいのよ。バネを利用してみようか。降りた瞬間しゃがむ。来た来た来た。これさ、最速取ってんじゃない。めちゃめちゃ早かったよな。一発マリオ名人をなめるな。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。